対談。対談か。あっ、対談。ソーシャルディスタンスですか、もしかして。もしかしてソーシャルディスタンスですか、これは。おはようございます。ソーシャルディスタンスしてる。無事にソーシャルディスタンスしてる。お疲れ。お疲れ。乾杯。お疲れ。木桜ピアノスパークリング精酒で、ね、乾杯。木桜たちら、見ようみたいなやつ。あ、これの方が好きかも。あんま甘くない。うん、いいね。あの、カグハイとトリスを、違いがようわからんから飲み比べてみようか。何がじゃ、メーカー？メーカーなん、これ。濃さ？濃さ一緒でしょ、これ。 7% と 7% やで。ウイスキー飲めないから。うん、トリスの方がなんかね、飲みやすいかな。核の方がなんか、なん、上品な感じ。ようわからん。何話す？何話そう。第1弾がね、サトシ一世だからね。ああ、はい。すごい。第1弾なの。第1弾。マジで、俺シリーズ化すんの。シリーズ化する。次誰？わかんない。チョビさん。え？チョビさん。チョビさんとは話すことないかな。あるかな、名前の由来とか。どこがチョビなんですか。真剣じゃない。死んじゃったらうちのボーカルも負けてないんだけど。確かに。あの、あれやね、ちょっとあの、かさ増し師匠期待があるんですよ。何を。あの、身長。ボーカルの人。そう、あの、プロフィールにさ、嘘書いたの。嘘書いてある。じゃあ嘘じゃん、本当のこと書いてあるの。1540mm。 154cm だ。そう。そうなんだ、全然そんなぐらいなんだ。俺でも誰が何センチとか全然知らん。チョビさんって何センチなの。チョビさん160はもう160ぐらい。全然興味ないんだよ、うん、身長あんまり。じゃあなんか俺身長伸びたことない。身長伸びたことない。いつから身長伸びてないんでしょう。18歳から身長伸びてない。じゃあ俺ちょっと最近身長伸びた気がするんだよ。いくつなの、あれは。交渉はいくつなの。交渉は179。179？ 今週大きいんだね、意外と。あれ、サトシいくつ。173。はぁ、もっとあるっしょ。173。うそ。ほんと、そんな、うん、高校生の時から測ってないけど。173、175ぐらいありそうじゃん。うん、でもダメだったね。175が夢見て生きてきたけど、いい。174を突破することはなかったんで、一度。いい。撮影したんだよね、今日。そう。あの、ね、よく分からんけど、あの、撮ってもらいまして、サトシに。どうなるのかな。多分こっちの対談の方が、うん、先にアップされる。マジで。言っていいの、お楽しみにしててください。お楽しみにしなくていい。お楽しみにしてもらおうよ。あの、サトシの加工はお楽しみにしてください。あの、俺のね、色いじりでね、色いじり。あの、俺の方は別にあの、たわいもないことをしてるので、別にあの、たわいもないことやなかった。すごい、何を叩いてるか分かんない、うん、高速ドラムが炸裂してたけど。そう、俺もよく分かって。
さらながら。じゃあ俺結構なんか流行りすぎてからなんかやりだすみたいなさ多いんだけど、そういう密ですとか、うん、あのあれお家に帰ろうとか、うん、そうだ。例えばなんかあの小学校とかでもさ、あのミニ四駆、うん、流行りすぎてからやりだすみたいな。ミニ四駆なんか最近またやってる人いるでしょ。またやってる ね。これやんなかった結局。うん、ミニ四駆あるけど。いや俺大会出たもん。ミニ四駆俺も子供の頃大会出たもん。ほんますげえじゃん。その時のだよこれ。何それ。これバックブレーダー。バックブレーダー。夏いっしょ。バックブレーダーはあれでしょ、アメリカのやつ。アメリカ代表。うん、バックブレーダーって走らないやつでしょそれ。走らないけど、うん、あのシャーシをさ、うん、あの走る車体に乗っかるから、はいはい、あの乗っけるといいみたいなさ。あ、でも走るやつ出たんだよ。へえ。あのバックブレーダーって多分最初透明だったでしょ。で中がなんかなんていうの、プラスチックのさ金属みたいなのが見えるみたいなやつだったでしょ、はいはいはい、じゃなくてね、走るバックブレードが出たんだよ。あ、そうなの。うん、走らないミニ四駆あったよね。じゃあバックブレードは走んなかった。あ、スピンコブラとかも走んなかったでしょ。スピンコブラ走んなかったよ。あ、そっか、スピンコブラか。スピンアックスは走った。じゃ あれが一番人気だったな、あのブロッケンギガント。ブロッケンギガントって速いんだよね。なんかフロントモーターみたいな。懐かしいね。フロントモーター速いみたいなのあったよね。もう何が速いんやろなって感じ。フロントモーターってすごい嫌で、うん、使わなかった。速いって言われても。邪道っぽい。邪道っぽい、わかる、うん、バックブレーダーか。あとはね、あれが好きだった、名前忘れちゃった。イタリア代表。あ、ディオスパー。ディオスパーだ。そう。ディオスパーだ。ディオスパーだ。あったね。すげえ子供の頃の話だよ。じゃああれが一番意味わからんかった、あのベルクカイザー。あ、いや、ドイツね。そう、あのこっちだけみたいな。あれ本当はあれなんだよね、こう左右2台が合体してめっちゃ速くなるみたいな。ああ、ありえへん話。ありえへん。だって片方しか売ってないんだから、うん、現実では。あれなんなん、シャレてんのかギャグなのか。いやー、もうなんか大変だったんじゃない、ね、懐かしいミニ四駆。そろそろネタがなくなってきたかってぐらいだよもうそれ。ミニ四駆でだその辺で終わったよね。うん、次のシリーズの、うん、好きだったけどね、うん、トライダーが X。 トライダーが懐かしくない。古いね。いや全部覚えてんだ。なんかいや覚えてるから好きだったもん、うん、世代だもんね。そうだね、ガチガチに流行ってたでしょ。ヨーヨーやった？ヨーヨーやったやった。やったよね。あれはジターリングは。ああ、弟が持ってたよ。難しいんだよあれ。うん。難しい。ジターリング。いやなんかやったね、いろいろ。ビーダマンとか。ビーダマン流行ってた。ビーダ。大会やってたよね、幕張メッセとかで。へえー。もうこっちの人間じゃないから。幕張メッセだ。幕張メッセでミニ四駆もやったの。幕張メッセでミニ四駆もビードマンもやってたし。マジで俺鈴鹿サーキット。鈴鹿サーキットに行くの。そうだよ、鈴鹿サーキット。ちゃんとファイター着てて。すごいね、鈴鹿サーキットでミニ四駆ってすごくない。うん、マジでサーキット、うん、めっちゃいいね。幕張メッセと大宮にも行ったかな。大宮総合の上だった気がする。あ、出れないんだよね、応募しないと。あ、そう、抽選当たりましたみたいなね。それ、そこで落ちちゃうんだよね。うん、それがなんか2回ぐらい落ちたの。あ、すげえ寂しかったの。どんな少年だったの。どんな少年だったかな。出身は。出身三重県です。三重県、うん、三重県、三重郡、菰野町。言っていいの。うん、別にええけど。別にで、ちょっと覚えておいてよって感じ。あの、四日市の隣。あー、あれ結構都会。いや、田舎。中1の時にあの、地元にマックができて感動した。まあ、そんぐらい田舎。周り田んぼ。バンド始めたんだな、それ。バンドとドラム。
が14。きっかけは中2やな。きっかけは、まあ、ディル・アングレイね。あ、ディル・アングレイきっかけ。そうだよ。X きっかけじゃない。X、 じゃあまあ なんかあれやん、大体なんか中2でみんなあの音楽の聴き始めてさ、はい、まあまあなんかグレイとか、はいはい、ラルクとか流行ってで、まあ X 来て、そしてディル・アングレイ、はい、そうだね。それでなんかあのちょうどあのちょうどハリー・ポッター、そう、ハリー・ポッター見に行く時に、はい、なんかのワウワウワウじゃない、スペースシャワー TV、 はいはいはい、でなんかビービー流れ、かっこいい。それ何の曲だ？ジェシカですよ。あ、ジェシカまで聞いてなかったってこと？そうね、うん、そうなんだ、うん、俺初めて買ったディル・アン・グレイさんの曲は、あの曲とアルバム、うん、マカブラだった。マカブラはじゃあ俺より早いじゃん。あの玉が入ってるの、はいはいはい、初回版に。俺来そうだもん。あ、そうなんだ。そうね、あ、じゃあ本当にあれなの、ジェシカだね。あ、そうなの。きっかけは X だと思ってた。 X もまあもちろんあのとにかく田舎はヒップホップが流行ってた。ヒップホップはね流行ってたんだよ。流行ってと流行ってる時代だったの。そう、流行ってる時代だった。めちゃくちゃ流行ってた。キックザハンクルとかでしょ。そうそうそう、めちゃくちゃ流行ってたよ。リップスライム、リップスライム、うん、うん、そう、みんななんかあのバンドやりたいっていうやついなくて、なんかよくわかんない、あの ラップだってみたいな、ね、確かに、あの、うん、小学校の後半から中学校、高校入るくらいまでヒップホップめちゃくちゃ流行ってた、確かに。流行ってたもん。流行ったね。それ田舎だけじゃないんや。いや、日本全国かと思ったら紅白出てたじゃん。ああ、そうか。当時はほら、紅白さ、そういう、なんていうの、あの、いわゆる商業ベース、ガチガチの商業ベースやない音楽もさ、紅白に出てたじゃん、うん、ロックバンドも出てたよね、うん、紅白とかね、憧れだったもんね。最強の歌番組みたいなの持ってた、紅白、うん、なんか今じゃ跡がどもない気がするけど見たことがないね、この5年見てないかもしれない。あの、自分が年越しライブとかほら参加してたからかもしれないけど、あ、まあね、うん、まあ、見ようっていう感じになんないよね。うん、音楽番組って見る？見ない。そう、俺も見ないんだよね、うん、だから最近今最新で流行ってる音楽とかあんまり分かんないかもしれない、うん、俺も分かんない、ね、なんかたまになんかそのテレビとかであのかかってくる時、うん、あれええー、なと思ったら、あのアプリとかでね、あの、あ、なんだっけ、流行ってるね、なんてアプリだっけあれ、 TikTok とかじゃん、シャズアムだ、シャズアム、なんか俺あの流れてるとこにこうやってやるとなんか、あ、その曲は何か分かるやつ、そう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 、結構やってる。それ前やってくれたよね、うん、あのライブハウスかなんかでかかってる曲教えてほしいみたいな。あ、そうそうそう、それ結構精度いい。もう結構ね、すげえな、これすげえ。なんかあのあんまりさときめく音楽がないから、うん、あ、じゃあなんか結構街中でなんか流れてるような、あ、まあ大体洋楽やけど、うん、あ、ええー、なってあ、じゃあ気になったらそう、シャザムで調べて、うん、曲名とアーティストを知るみたいな。そうそうそう、もう偉いですよ、リサーチしてるってことだよね。うん、そう、だからなんか全然流行りとかで聞かないからさ、うん、まず俺人様の曲を聞かないから、うん、俺も聞かない。俺さ最近さ、その全く同じような話なんだけど、うん、あの友達の曲しか聞かないのね、うん、知り合いとか。いや、俺全然あの知り合いのバンドの曲も聴かない。うん、あのライブとかでなんかあの聴くみたいなのがあるけど、うん、タイトル知らんとか普通にあるから。タイトルは俺も知らないよ。タイトルとかメロディーのねっけみたいな全
然あるから曲体覚えるのってすげえ大変だよね。うん、なんでなんだろう、すげえわかる。曲体はねマジで覚えられなくて、うん、あのサポートの時とかもタイトルがわかんない。はいはい、曲がわかるんだけど、あこれがそのタイトルなんだみたいな。ああ、全然わかるわかる。あるよね、うん、あのチャ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 みたいな、 そこでわかるみたいなあるある。だからこれサポートドラムや頼まれることとかあるじゃない、うん、その時にさ曲体が分からなくてセットリスト見てもこの曲って どれだっけっていう時ない？あ、あれ全然ある。それさシーケンススタートだとすごい安心しない？あー、分かる分かる。あのこう MTR とかさ、ね、MTR の今ないけど、うん、PC をさピッて押して、うん、シーケンスから始まるとあーもうこの曲分かるあるある。なんかなんか昔にやってたバンドの曲とその一回サポートしたバンドの曲がかぶりすぎて似てるってこと、うん、ミスったマジでそれやばい、うん、まあ事なきを終わりましたけど事なきを終わりましたけど、うん、曲体は何て覚えていいかって。いやでもやっぱりねいい曲っていうのはやっぱあの噂になるし、はいはいはい、あの自然とどこからともなく耳に入ってくるものだと思うんですよ。今ってそういうあれはあるのかね。あのなんだろう、インディーズで。でもまさにあの、うん、夏の行方とかそんな感じだった。夏の行方ね、なんか、うん、夏の行方なんか一人歩きしちゃった感じがするよね。なんかいつの間にか、あ俺知っとるみたいな。ね、俺もねそれ実はよく分かってなくて、うん、あのほらバンド活動するってどんどんさリリースするじゃない。はいはい、俺も DID って言うとパラウェイだ。パラウェイ、パラウェイじゃん。タイトル知らんじゃん。タイトル知らない知らないだって DID のさ曲体は難しくない？なんかまあね難しいよね。うん、てかねテケちゃんのやってるねバンドのね曲体とかバンド名の結構難しいんだよ。うん、あのトゥーザーとか読めないもん。トゥーザーそんなあったらそれ曲が一人歩きしていくみたいなあるよね、どこからともなく、うん、あるね。全然本人からすると分からなくて、うん、夏の行方の頃はあの全然ヒットしてなかったから、はい、あのだから後から来たんだよね。どうしてなんかダイブイコール夏の行方なんだみたいな感じになってるのかが本人からすると分かんない。多分他のメンバーも分かんない気がする。うん、何やろ、キャッチーだった。キャッチーだったんですね。うん、まあ、俺はあの YouTube であの再生回数がすごい回ったから、うん、ああじゃあこれが有名な曲なんだって認められてるんだと思ってるんだけど、はいはい、でその回った理由はサムネのちさくんがかっこいいっていうだからクリックされたんだって俺はそう思ってる実は。ああでもそういうの大切で、大切大切、インパクトとかまあね大事だ。 DID 懐かしい、一緒ツアーもあったしね。そうね、そんなやってたなDID ってどいつから加入したの？いつだっけ、2013、最初レーベルツアーみたいなのあったんだよ。ああ、テメちゃん入る前だよ。ね、あのリキッドでやったやつでしょ。それじゃない。それじゃない。その前にね、あった。なんかライブオルステッド DID みたいな。はあ。があったの。はい。そう結構回ったんだよ。仙台、東京、名古屋、大阪、福岡みたいな。そういうあったの。その時はテケちゃんじゃないドラマーだったんだけど。ああね、前の人、前の人ね。懐かしいな。うん、一緒に回ったのはブラックID だよね。ブラックID はね、そうね、ね、めちゃくちゃ懐かしいんだよ。懐かしいな、あの時がね楽しかったね。あの時は楽しいよ。ブラックID の思い出教えて。俺らほらいいとこ取りみたいな参加だったでしょそうね、俺そんななんかさっき一瞬ご飯食べてる時にさ、うん、青森の話みたいなさ
してたけど、俺はそのツアーに青森が存在していることも知らなかったし、そうだね、結構ロングツアーだったもんね。福岡来たでしょ。福岡行った。なんかスネア、スネア、そんな話絶対した方がいいよ。もう今で今は笑って話せるから、めちゃくちゃ最高。俺そんなこと言ったっけ。言ったっけ。あと大阪の話ね。あ, あれは本当に良くない。全然記憶にございません。これノスタルジー我が家のみならずね。我が家のこれ懐かしいのその人ね。我が家のみならず。あれだよ、あの福岡で、あのもう今引退されてるね。うん、俺からすると先輩。うん、まあ俺も先輩。先輩だよね、年上のね。あの。ドラムのヘッドを変えてたんだよね。ああ、そうだね。あの福岡の会場で、あのパイセンがね、先輩が、うん、でそれ変えたてのこう調整して貼ってる時に、うん、なんかそのスネアの前からいなくなったんだよね。ああ、いやいや、その人が多分、はいはいはい、メイクするとか多分トイレ行くとかで何かそのスネアの前からいなくなった時に、うん、どこからともなくテケちゃんがやってきて、うん、手でツンツンって叩いて、うん、新品のスネアのヘッドに向かって、うん、俺はこのヘッド全然好きじゃねえって言ったの。俺記憶が、いや、それあのよくねえって言ったのは合ってる、多分合ってるでしょ。合ってるけど、ちゃんとその俺パイセンの前で全然これよくないっすよっつって言った、うん、ちゃんといたと思う。そう、このヘッド全然よくないからこんなん貼らない方がいいっすよって貼った直後の人に言うっていう。それは合ってる。あれは良くないよ。うん、分かんない、俺その先輩とテケちゃん仲悪いのかなと思って。ああ、そのなんか2日後だか4日後だか大阪の大阪大阪が先だったのか後だったのかちょっと日程忘れちゃったけど、うん、あのああいうなんていうのかな、あの規模のライブってこの転換を手伝ってあげるみたいな、あるじゃん、はい、あったじゃん俺ら、うん、シンバル持ってきてあげるとか、はい、スネア前のバンドかけるやつだったんだみたいな、うん、なんか大概セッティング知らない人って間違えちゃうんだよね、こうスネアの位置が違うと思うんだけどシンバルの位置が全然違うみたいな、まあね、上手に置くチャイナをなんか下手の方に置いちゃって、うん、ありがた迷惑みたいな、はい、全然あるけど、まあ大概手伝ってくれたから、あ、どうもありがとうございますねみたいな社交辞令言うのに、テケちゃんも本当にちょっと一瞬周りがシンってなるぐらいの大声で、全然こうじゃねえんだよ。全然それ、そう全然覚えてないの。全然大阪でしょ。大阪ミューズ。大阪でしょ。覚えてるミューズ。大阪ミューズってさ、あのお客さんのとここうカーテンじゃん。うん、だから大きい声話したらお客さんは聞こえるわけよ、はいはい、絶対。俺たちが急いでさ早くしなきゃとか言ってる声と聞こえるのに、うん、あんなにでかい声でみんな楽しそうにお客さん話してたの、最前列の子みたいな常連の人たちで、ね、よく来てくるがテケちゃんが全然ここじゃねえってでかい声で言ったら、うん、お客さんシンってしたんだよ。マジで全然それはそんなでかい声でやつか俺。いやだって俺もびっくりしちゃったもん、なんか俺全然違うとこ手伝ってたけど全然ここじゃねえみたいなこと言ってるから、びっくりしたみたいな。そう、いや、まあ、でもなんか転換ピリピリするのは分かるし、転換ピリピリは分かる、ね、転換ピリピリするのは分かるけど俺そんなブチ切れた覚えない。いや、あんなにでかい声出しちゃダメってくらい本当にとんでもねえ、もうなってんなんか言ったような記憶はあるでしょ。あるけどそんなとなってないと。めちゃめちゃこれ怖いなと思ったぐらい。ダメだよ、テケちゃん。それはダメ。マジで。いや、でも俺なんか、切れた記憶一回しかないもん。なんだっけ。じゃあ、いたじゃん、ローディーの、某 A、A がいたじゃん。あの、あれ？あの、埼玉でしょ？そうそう、あれ。おぉ、なんか思った。あの、なんだっけ、仙台かな。仙台？俺、別にそんな滅多に切れないけどさ、ローディーとかに。うん、なんだっけ、あの何でしょ、無駄に走るやつでさ、あ、無駄になんかちょっとあの激意識かなんか知らんけどちょっと、うん、いろいろ走り回って、で仙台の時に走りすぎて、うん、
疲れすぎて、あの本番前にちょっと僕裏で休んでていいですかっつってつってあもうねお前休む時やめてで本番はどうしたの。で本番で本番もうなしでやるじゃん。もう見てすらないわけよステージ。あーまだローディっていうのはやっぱあれじゃん、こういうもんが心配曲がったら直しに来てくれるもんじゃん。でもうほんとちょうどいいタイミングでもうこっちのクラッシュかなカーンって落ちちゃうんだよね。落ちてもうマジでもうなんかもうイライラしてきてますね。え終わったのこと、うん、もうよお前な何しなお前帰るよっつって。確かにそうだよ、何しに来たんだよね。何しに来たって感じ。もうさすがにそれ怒って、うん、でもそれちょっとなんか別に俺怒った話じゃないんだけど、うん、ローディの話、ローディ当時さ、いっぱいいたよね、俺らね。なんか知らんけど。なんか、いっぱいいたよね、もう5人ぐらいいるみたいなさ。別に募集してるわけじゃない、なんか。なんか、どこからともなくね。うん、まあ、車の拒まず。確かに。猿も拒まず。なんか、そんな感じ。なんか、あれだったね。俺、逆だった。なんていうの、会場のスタンドって、ボロいのが多くて、はい、さっき言ったみたいに曲がっちゃうみたいなのあるじゃん、うん、曲がってないのに直しに来るんだよね。だからこっちも某 A だよ。じゃあそういうのもあるよ、なんかちょっと無駄にはぁみたいな。そうそうそう、なんか出てきちゃってるのも。そうそう、ちょっと来てほしいタイミングちょっと違う。そう今直って大丈夫だから今って。なんかもうちょっとなんかちょっとでも曲がったらクラッシュ直しに来るみたいなのがもう気になっちゃって、演奏中に。そうね、後ろからスッて出てくるみたいな、うん、あらだって一回なんかあの長野かなんかでさ、うん、じゃあ俺が呼んだわけじゃないの、翔さんいたじゃん。ああ、翔さん。翔さん。で、なんかあったのがちょっと、じゃあ、そっか、普通にライブ中に、ここドラマじゃん、横に呆然と立ってたの、A 君が。A 君が立ってて、翔さんが、お前、引っ込んだくれみたいな、引っ込んだくれみたいなこと言ってる。なんすかっつってステージの真ん中までみたいな。なんすかっつみたいな。いやいやだこれ引っ込んだくれっつって。やばい、それ超面白いね。はけてろって言ってるのに、なんすかっつって真ん中まで出てきちゃうってこと。それはドジっ子だね。それマジでけど。それは面白い。やばいぞ、ドジっ子ちゃんじゃん。マジでおもろかった。めちゃくちゃ面白いんだけど。ライブ中にちょっとスタッフをいじるみたいな、はい、よくやってたんだよ、これ、ステージ上ってなんか全然聞こえないじゃん、声、うん、だってみんなイヤモニしてたりさ、はいはい、ライブ後半ほら、マニピュレーター少年だったじゃん、知ってる？なんか、あれ？なんかいたね。いたでしょ、少年、うんうんうん。あの子がやってる時に、うん、なんか、一緒になんか現場終わったらもうご飯食べさせてあげるのがデフォルトみたいなさ、うん、感じになってて、うん、もう、そういうバンドを今後なんて言うんだろう、ちゃんとしたバンド組んでないような、うん、今から頑張ってバンド組みたいですみたいな子って、とにかくお金がなくて、うん、先輩に奢ってもらうご飯が一日の唯一の飯みたいな子っているじゃない。はいはいはい、そういう子だったの当時、うん。今は知らないけど、今も関わりないけど。うん、だからその子がよくね、しゃぶしゃぶに連れてってたの。しゃぶしゃぶ。だからその子にライブ中に、もうだから本当のライブ中、MC 中とかに、うん、すいません。豚カルビ5枚くださいみたいなこと言うと、向こうからすると、え、何ですか、トラブルですか、何ですかみたいな。でも俺がライブ中にまさかさ、豚カルビ5枚くださいなんて言うと思わないよ、向こうからすると。こう、結構真面目なこと言ってるキャラだったから俺って、シーケンスの音量がとか、コーラスの音量もっと合わせてみたいなこと、絶対そういうこと言ってると思ってるけど、俺の口から、豚カルビ5人前お願いしますみたいな
多分向こうからすると予期せぬ言葉が飛んできてるから全く脳が理解できてなくてパニック起こしてる。なんですか、なんですかみたいな。俺が逆の立場やったら俺もそのまま食べましょう。そこに豚カルビないし、そこに、うん、俺も求めてないし。そういたずらしてた。ペンパイセンやな。ビビるわ。そういたずらよくしてた。これはやばかったなって話せる範囲の失敗とかない？話せる範囲の失敗、話せない範囲でもいいけど、なんかあったっけ、なんかない、話してたら出てくるかな。失敗、これはやばかったなみたいな。やべえトラブルとかが結構あって、なんか例えば何何だっけ、あのなんだっけな、その DID の時、 DID の時あの We are DID みたいなやってたじゃん。あーじゃあ、あ、はいはいはい、あの時に We are ってやったら、あのクラッシュがポンって飛んで取れちゃったと、取れグググググみたいな。それに どうしたのそれ。いやガガガガガガッ、はい、あーあーってトラブルだ。そう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 、それでトラブルあるよ、なんか、ね、それでもいいトラブルじゃん。うん、あのビーターが割れたりね。あ、ビーターがなんか折れちゃうとかね、取れちゃうとか、それあるよね。ビーターが割れて、なんか予備がフェルトしかなかったからウッドやったんやけど、ああ音が変わっちゃうけど、なんか当時流行ってたやん、なんかのメタルパッド、はいはいはい、それでいっちゃうんだ、そうガガガみたいな。それやとウッドやと当たって割れちゃうから、あビーターが割れちゃうんだ。割れちゃって、あの右側がフェルトになって、はいはいはい、ダッ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 みたいな、あ音がガガガってあ、ね、ダブル2バス踏んだ時に全然合わないってこと。そう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 、なるほど、うん、よく分かれなかった。そういうトラブルめっちゃ多くて、あの台湾かなんかやった時にバスドロのヘッドが破れたの。もう言葉わかんないじゃん、うん、やったことない会場じゃん、はい、替えのヘッドあんのかなみたいな、うん、でもなんかわかんない、当時のね台湾ってすごい、まあ、だからそこに来てくれるファンの人たちがかもしれないけど、うん、ガイタレ扱いのだからなのかもしれないけど、すごいのも反応が、はあ、キャーみたいな感じじゃん。キャーだからなんかそもそもドラムの近所いたら、うん、まあ、そもそももうバスドラ踏めないし、うん、まあ替えのバスドラのヘッド持ってきても多分スタッフが替えるだろうから、うん、いいやと思って俺はちさくんの隣に行ってお立ち台の上に座ってたんだよ。替えてくれるまで、うん、それがもう大騒ぎ、ドラマは前に出てきたぜみたいな。でもなんかそういうのはあれやで、ね、なんかそういうのいいよね。なんだっけ、サトシだっけ聞いたの、なんかあの某バンド R が、うん、R さんが、うん、もうなんだっけ、あのドイツ行って、うん、ドイツ行ってベースの人がなんかよくわかんないけど、じゃあ国内でインストやると9人とかしか来ないのに、あっち行くとホールでやるインストみたいな。ああ、はい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 。で、言ってたっけあれ。で、ベースの人が、あの、な好きな人なんですかって言葉わからんのに、吉野やつって、うわーみたいな。わかんないっす、何それ。言ってたっけ、俺なんか。多分、誰かから聞いた声が、吉野やつって。いや、でもそういう感じで。で何言っても詐欺してくれるみたいな。はぁ。海外の、イベンターなのかな、うん、あの全然なんかそういうほら俺らがさ CD 屋さんで握手会とかさサイン会とかやらしてもらう時ってもうすごくさ、統制取れてるじゃない、うん、もうこういう段取りで、うん、もうお話が終わったらお客さん一回外に出てもらって並び直してその間にペンを渡してみたいなのすごいできてるじゃない、フォーマットが、うん、が一切ない。あ、まあね、なんだったら一回もやったことないスタッフみたいな人が待ってるみたいな時あるの。だからこっちの方が分かってるみたいな。うん、なんか台湾ってまさにそれだったの。なんかショッピングモールの一階で、うん、あるじゃんこうなんか祭事場があるさ、うん、ショッピングモールみたいな。はい、そこに行ってなんか分かんないけどサイン会あったの。はあ、着いた日の夜。でやってるんだけどもうね。流しのスピードが速すぎて、うん、何にも書けない。サイン書けない。だからもうちょいって書いただけで、うん、ほんとうわーみんな喜んでくれたんだけど、いや俺今何にも書いてないよもう、うん、
台湾人すごかったよ、空港でほらこう服引っ張られるみたいな。ああ、アイドルですね。なんかあったけど、まあ、日本帰ってきたら誰もいないよね。誰だ誰か。そうそうそう。って。なんだろう、あ、夢だったのかなみたいな。海外行きたいよね。ライブで行きたいけどさ、しばらく行けそういないね。海外行ったことないの。普通に？うん。じゃあパスポート持ってんだけど。うんうん。10年パスポート。あれだね。もう7年。7年作って7年で、あと3年期限ってこと。そういけないかもね、そのパスポートのうちは。うん。行きたいね、ちょっとね、世界が落ち着いたらね、うん、どっか行ってもね、ねえ、どこでもいいよ、どこでもいいよ。大陸に上陸してみて。アメリカとかそう。アメリカでも、まあ、アジア、ユーラシア大陸でもいいけどさ、うんうん、島やん。なるほどね。そう、島やん。大陸に立った時感覚ちゃうんかなみたいな。どこがいいかな。大陸でしょ。どこがいいかな。昔はトルコ行ってみたかった。トルコ、なんでトルコ。ノアの箱みたいな。ゴン、埋まってるところが分かってるらしい。本当に船の形しててっかい。嘘。分かってるけど、ノアの箱まで現実にあるもん。分かってるけど、トルコ政府が放ったらあかんよっつって。じゃあ座っちゃダメなんだ。そうだから、実証はできてない。あ、そうなの。そういう、何それ、ミステリースポット的なこと。いや、マジでミステリーっつうか普通に分かってる。あ、そうなの。もう本当に船の映画、山にアララトさんかな、あるの。もう普通にあるらしい。めっちゃ見たい。ね、ノアの箱。すげえ。今どこだろうな。フランス行ってみたいけど。フランス？なんでフランス？パリサンジェルマン。ああ、サッカー。パリサンジェルマン見たいですよ。でも意外なんだけどさ、サッカー好きなんだね。いや、本当最近来た。のワールドカップは見たじゃん。ワールドカップとか好き。ワールドカップはやっぱ前、まあその4年に1回やけど、ちょいちょい見てて。ね、でもやっぱ海入れです。海入れ、海入れやりだすなってからやっぱね、見るようになったね。サッカーをダゾーンも契約したし。マジで、本当に好きなんだ。そう、ダゾーン面白い。ほらゲームさ、めちゃくちゃ下手だからさ。本当に人に自慢できるぐらい下手だからさ。ウィーレうまいみたいな、すげえ羨ましいんだよね。ウィーレはマジでね、難しい。難しいよね。うん、全然できなくてやめちゃったわ。うん、俺もちょっと、そろそろやばいんちゃいます。結構うまいの。難しいよね。あんまり対人戦しない。あ、コンピューターとか。コンピューターとか。これでもいいよね、自分がさ、好きでさ、やってるんだ。うん、トイレ行ってきていいでしょ。スキブロー。